アンマイナス12アンマイナス12コスモス POA カンパニーアンマイナス12はソ連のアントノフ設計局が開発した4発ターボプロップ輸送機である。NATO の用いた NATO コードネームでは株と呼ばれる。アンマイナス12は同じアントノフ設計局が開発したアンマイナス10旅客機の貨物輸送機タイプである。アンマイナス10シリーズにつきまとった 横安定性不良の抜本的改善のために、アンマイナス -12 では大型の垂直尾翼に設計変更されている。1957年3月に原型機が初飛行し、1959年にアンマイナス -12BP がソ連空軍に実戦配備された。同期の機体サイズ、飛行能力などのスペックはアメリカ合衆国のロッキードが製造した。 C-130 ハーキュリーズ輸送機に非常に近い。また、対戦障害機などの各種派生型も生産された。ア A-12 は1243機も量産され、1972年に生産が終了した。また、そのうち約900機が民間用に生産された。ソ連のみならず、東欧などの社会主義国家や一部西側諸国でも運用された。 アン -12 は中国においてもライセンス生産され、こちらは Y-8 と呼称される。中国は1960年代にソ連からライセンスを得て、数機のアン -12 を購入した上で国内で組み立てることになった。しかし、中祖対立のためにソ連からの経済援助が引き上げられて政策は停滞した。そのため、 生産型が完成し初飛行したのは1974年のことであった。中国は1981年になって西安航空気象において Y-8 として量産を開始した。ソ連やそこから独立した国家では安 -12 はすでに生産されていないが中国では改良を続け西側の最新技術を導入して操縦系統や 推進系統の性能を向上した Y-8F-600 を開発し、国内ばかりでなく輸出も行っている。さらに Y-8F-600 をベースに Y-9 を開発した。21世紀になった現在でもソ連から独立した国家やアフリカ諸国などにおいて運用が続けられている。2006年8月の時点で179機が77社で、 運用されている。アンマイナス12のオペレーター赤色は軍用、緑色は民間用、青色は両方を運用した国家。ありがとうございます。